こちらのステージには長崎未来応援ポケモンの電流が遊びに来てくれました。ライトポケモンである電流の尻尾の先の輝く光は遥か遠くまで届くとされ、海の道しるべとなります。あ、電流を連れてきてくれたみたい。拍手で電流をお迎えしてくれてますね。たくさんのトレーナーさんに会えて今電流がアピールしていたようですね。あ、最前列のトレーナーさん、電流をたくさん連れてきてくれてるみたいだよ。電流の仲間に会えて電流とっても嬉しそうです。嬉しいね。こちらお写真撮り終わりましたら後ろの方に譲っていただけますととってもとっても嬉しいです。電流今尻尾も見せてくれているみたいですよ。ライトポケモンである電流の尻尾の先の輝く光は遥か遠くまで届くとされ、海の道しるべとなるそうです。今日はたくさんのトレーナーさんたちに電流尻尾見せてって言われる機会もすごい多かったんだよね。あとはかっこいいポーズしてっていうリクエストもあったよね。かっこいいポーズ電流してみてくれるかな。せーの、ドン。電流今ポーズ決めてくれていますよ。あ、バイバイっていう声も聞こえるね。電流嬉しいね。電流みんなに会えて名残惜しいみたいですね。電流ありがとうね。今回こちらのステージには沖縄応援ポケモンのガーリーが遊びに来てくれています。たくさんのお友達に会えてガーリーとっても嬉しそうです。ガーリーよかったね。かわいい尻尾姿もありがとうね。ガーリーも同じくらい嬉しいって。連れてきてくれてありがとうね。バイバイ。今日はガーリーたち尻尾見せてっていうお願いもたくさんあったから、また最後に尻尾ゆっくり見せてもらってもいいかな。尻尾をふり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 、かわいい尻尾を見せてくれてありがとう。あとはかっこいいポーズ見せてっていうお願いもあったよね。なんかシーサーみたいなポーズできるかな。いくよ、せーの、ガオー。本日は沖縄県から沖縄応援ポケモンのガーリーが遊びに来てくれています。この2匹普段からちょっかいを掛け合うほどに仲良しさんなんですよ。お写真撮り終わりましたら皆様前方の方からご移動の方をお願いいたします。ガーリー遊びに来てくれてありがとう。